の元プロ野球選手2016年シーズンからは、社会人野球の JR 西日本でプレーを続ける。図紙シニアで保守を務めたが、党員学園校入学後に、投手へ転校。2年秋からエースとなったが、春夏とも甲子園の全国大会には、出場できなかった。法政大学人間間間教学部への進学後は、 公式野球部で2年春からベンチ登録。2年秋からは主力投手になった。大学の同級生には山本翔也がいる。東京六大学リーグの公式戦には通算で40試合に登板。16勝10敗、防御率1.97、223奪三振という記録を残した。法政大学の4年生だった2010年に開かれた。 第5回世界大学野球選手権大会には当初日本代表に選ばれていた中央大学の沢村拓一の故障による事態を受けて代替選手として代表に招集された。同大会ではリリーフで3試合に登板。韓国との3位決定戦では4番手の登板で1回を無失点に抑えてチームの銅メダル獲得に貢献した。 2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議で、横浜ベイスターズから2巡目で指名。11月16日に、契約金8000万円、年俸1200万円で契約した。2011年、即戦力として期待されたが右肘を痛め6月に、手術を行う。10月にようやく一軍に昇格。 10月19日の対阪神タイガース戦では、プロ初登板初先発で6回1失点の、投球を見せ初勝利を記録した。6回には逆転の口火となる、プロ初安打も記録している。鏡の投球フォーム2012年、8月12日に、プロ入り初の中継ぎとして登板し、シーズン初勝利を挙げると、8月19日の、 中日戦では9回無失点の回答を演じ、延長で味方が逆転して2勝目を挙げた。この年挙げた3勝はすべて中日からだった。その一方で、3敗はすべて巨人から喫している。2013年、首脳陣から先発陣の一角を担うことを期待されながら、オープン戦での不調や脇腹痛で出遅れた。7月30日にようやく一軍へ登録されると、 シーズン初先発になった8月29日の広島戦でシーズン初勝利。しかし、次に先発で登板した9月4日の阪神戦では、今一つシャキッとしない投球だったので、けじめをつけるとして、勝利投手の権利を得る目前で、監督の中畑清から降板を命じられた。結局、一軍公式戦には、8試合の登板で1勝4敗に、とどまった。 2014年、先発投手として一軍公式戦5試合に登板したが、0勝3敗でシーズンを終了。この成績を背景に、入団以来つけていた背番号21を67に変更した。2015年、一軍公式戦への登板機会がなく、10月4日に、球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日に、 打者3人に対する、シートバッティング形式の12球団、合同トライアウトに参加。1奪三振1を支球という内容で、打者3人を無安打に抑えたが、NPB から、声はかからなかった。その後、JR 西日本公式野球部の入部テストに参加。このテストに合格し、JR 西日本に入社、同部に所属することとなった。 JR 西日本への入社後は単身で広島支社へ赴任するとともに経営理部に席を置く。2016年には第42回社会人野球日本選手権大会へ出場。11月5日の2回戦では JR 東日本東北打線を相手に至球と失策で2人の走者を出しただけでノーヒットのオーランを達成した。鏡にとっては 野球人生で、初めてのノーヒットノーランであったという。社会人野球日本選手権大会においては、第36回社会人、野球日本選手権大会の三菱重工神戸、木林敏郎以来、史上二人目のノーヒットノーランであった。さらに、鏡のノーヒットノーランの翌日には、大阪ガスの猿渡り正幸が、ノーヒットノーランを記録し、 二日続けてのノーヒットノーランとなっている。腕が遅れて出てくるゆったりとしたオーバースローから、最速時速 153km の速球に、時速 100km 台の大きなカーブ、チェンジアップ、スライダーで緩急をつける。チェンジアップについては、本人の便によれば、落差が小さいという。しかし、大石達也が、早稲田大学時代に打者として鏡と対戦した際に、 ストレートだと思って振ったら、チェンジアップだったというボールが多いと驚くほどであった。ありがとうございます。